13世紀から15世紀初頭のサハラ公益路、ゲンガーナ共和国内の高校遺跡ベゴーは、ゲンガーナ共和国中央部、ブロン地方に位置する12世紀から17世紀にかけて、サハラ公益で繁栄した町である。ベゴー周辺は、早くから明けていたようで、紀元前2000年期後半には、金担保文化が繁栄し、紀元後2世紀には、ハニなどの遺跡で、 製鉄遺跡が発見されている。ベゴーは熱帯雨林帯の北端でサバンナと接する位置にあって、これはニジェール川湾曲部からアカン族の砂金山地や甲羅の実の山地を南側に控える中間地点という高立地でもあった。ベゴーに最初に人が住み始めたのは1100年前後であると考えられている。ベゴーはその後発展し14世紀頃は モし族の小国家の一つの首都となり、金、銅、コーラの実の交易を行う一大中心地として繁栄し始める。特に、マリ帝国出身のマンィン五人の商人が訪れて、砂金やコーラの実をニジェール川湾曲部の交易とし、ジェンネを通じて国へ持ち帰っていたようである。また、ベゴーでは、九百七十年以降の発掘調査結果から高さ1五メートル、 直径30メートルほどの L 字型のマウンド群によって構成される外区が4つ、1から2キロメートルほどの間隔で隣り合う構造の大きな市場外が検出された。これらの外区については、伝承によると、ブロングとマリ帝国からやってきたイスラム商人の空、ラモジンの居住区と職人集団の居住区があったとされている。ベゴーの繁栄は、 高等伝承と放射性炭素年代測定によると17世紀初頭に頂点を極めたようである。しかし、それ以降は、サハラ公益論が東へ移ると同時に、金の扱い量が減少し、ギニア案ン外ンに、ポルトガル人などの白人商人が直接金の入手を図るようになると衰退していくことになった。追い打ちをかけたのは、18世紀に砂金産地を抑えていたアカン族が、 アシャンティ王国を建設するようになったことである。ベゴーの町の居住は1725年頃までで断絶していることが放射性炭素年代測定で判明している。ありがとうございます。